はい、どうもラギです。本日はパブロ鬼ごっこを普通にするのではなく、ゆっくり動いたパブロをゆっくり動いたダイナモで追いかければ、その後に倍速したら普通の速度の鬼ごっこっぽくなるのではないかなという遊び、検証ってのをやっていきたいと思います。ということで、逃げていきましょう。まずはこちらをご覧ください。で、ゆっくり喋らないと倍速するので、声もね、重要なんですよってことで、スローモーションで動いて喋っていきましょう。ダイナモ来てますね。これは、左に逃げようかな。インクがまずいな。まずい、ダイナモが真上にいる。早く行かなきゃ。ピンチ。こっちなんか通行人がいるんですけど、通行人めっちゃ足速くない？なんか速いけど、ついてこうかな。ピンク、やばい。逃げてー。うなちゃん逃げてー。ダイナモ、遅い。ダイナモ遅。ダイナモ来てる。危ない、近いよ。あ、ぶつかっちゃって、まずい。ピンクないけど、逃げるしかない。早い。早い人いる。ピンク出ないけど。逃げろー。リンク出てないけどー。リンク出てないけど、いけるー。こっち来なさい、ダイナモ。おーおーおー、通行人大丈夫か？通行人。なんか通行人めっちゃ足速くないか？このダイナモ軍団を避けたい。リンクなくなった、まずい。まずい、来てる。まずい。ああ、無理。ああ、こっち行くしかない。こっち行くしかない。うおー。危ないよー。ピンクがない。こんにちは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 からのこんにちは。おー、びっくりしたよー。危ない。はい、ということで終わったんですけど、これを倍速にして、スローモーションを倍速にして、普通の鬼ごっこになるのかっていう検証をしていきたいと思います。行きましょう。うわーまずはこちらをご覧ください。で、ゆっくり喋らないと倍速するので、声もね、重要なんですよってことで、スローモーションで動いて喋っていきましょう。ダイナモ来てますね。これは左に逃げようかな。インクがまずいな。まずい、ダイナモが真上にいる。早く行かなきゃ。ピンク。こっちなんか通行人がいるんですけど、通行人めっちゃ速くないか。このダイナモ軍団を抜けたい。